七尾城の戦いは、天正四年十一月から天正五年九月に、かけての越後の上杉謙信軍と野戸畑参加の重臣、超族連率いる畑山軍の野戸七尾城での戦い。この戦いで、上杉軍が勝利し、野戸は上杉家の支配下に入った。上杉謙信元気三年、当時、足利義明が黒幕として春道していた。 信長包囲網により、反織田勢力に苦しめられていた織田信長は、正常作戦で東から圧力をかけていた甲斐の武田、信玄に対抗するため、同じく信玄と敵対していた越後の上杉謙信と同盟を締結した。信長と謙信は、伊勢、越中で一向一揆とも敵対しており、その上でも利害は一致していた。しかし元気四年四月十二日に信玄が、 正常作戦の途上で死去すると状況は一変する。この2年前には、北条氏康も死去しており、二人の強敵が死去したことで、関東方面に目を向ける必要性が縮小し、むしろ、越中、加賀で一機を続ける一行胸こそが大敵となりつつ、あった。そのため、天正2年に、関東に出陣して、北条氏政と戦った後、謙信は、 上野馬屋橋城を中心とした関東を、北条高広、影広府市に任せて、以後は、北陸方面へ、勢力拡大を目論み出す。小田家では、天正3年5月に、信長が、武田勝頼を、長篠の戦いで破り、さらに8月には、柴田勝家に、越前進行を命じ、当時越前を支配していた石山本願寺の下妻、寄手るら1万2千人の衆都を処刑させた。 このため、石山本願寺は、危機感を強め、天正3年6月に、謙信に救援を求め、9月には、越前一向一期の残党が、越中と山城の川田長近に救援を求めてきた。これらの要請に加え、信長の北陸方面への勢力拡大という、現実的危機と利害の衝突から、天正4年2月に謙信は、信長との同盟を破棄し、5月に、 足利義明の仲介を受けて権与と和睦して、同盟を締結し、反応打勢力の一員となった。天正4年9月、謙信は2万と合する大軍を率いてまず越中に進行する。越中は、もともと、河内の戸畑三家が守護であったが、戦国時代に入ると守護大の神保師、シ名ナシラが力をつけて、互いに派遣を争っていた。の戸畑三家では、 畠山義綱が永禄九年に家臣団によって追放され、その後釜として擁立された畠山義則も天正二年二月に不慮の死を遂げた。これは一説に家臣の輸殺族公と抜くい影高による暗殺とも言われている。そしてその後を継いだ弟の畠山義高も天正四年に死去し、ついにはその義高の子で、 まだ幼児の畠山春尾丸が擁立されるなど、著しく不安定であった。大義名分は、かつて畠山氏から人質として差し出されていた上条正重を新たな畠山氏の党首として擁立し、かねてから乱れているのとの治安を回復するというものであった。織田信長これに対してのとば竹参加中は、謙信の介入を嫌い、対決する姿勢を鮮明にした。 七尾城内では、老神筆頭の長族連以下兵二戦での老城戦と決定する。族連が七尾城の大手口、ぬくいかげたかが、小二に、湯札続公が、宿落ち口をそれぞれ守備することを決めた。さらに族連は、謙信の背後をか乱するために、笠さ村や土川村、長浦村などの領民に対して、一気を起こすように先導したのである。ところが、謙信も、 かつて一行一気に悩まされた経験から一気に関する情報網があり、これらをすべて鎮圧した上で七尾城を囲んだ。しかし、七尾城は畠山吉武によって築かれた難攻不落差で縄張りも広く、春日山城にも匹敵する現状だったためさすがの謙信も攻めあぐねていた。そこで七尾城を孤立させるためにその四条軍に矛先を転じた。 鹿島郡中島町谷内にある熊木城、鈴市政院町川尻の国立城をはじめ、白井郡都議町八幡の都議城、白井郡都議町の城が、ね、山城、白井市柳田町にある、青七郎の青城、下市群流、田村国光にある末期の和佐助の米、山城などがあっという間に落城し七尾城は孤立した。しかし、それでも、 剣上を頼む七尾城の俗連らは降伏しなかった。越年して天正5年に入り、3月に工場を宇治政が北関東方面に出兵したため、謙信は本国の仕置きを兼ねて一旦越後に帰国した。この時、謙信は熊木城に美保寺平四郎と斉藤立脇、内藤久佐七、杉正伝次を国龍城に 長掛連を穴水城に、長沢三国と、白、小田全米を鉱山城に、靴綿日ごと、平子泉を、都議城に、愛浦、長戸を、伊ルギ山に、上城織部と畠山証言をそれぞれ配置した。謙信が越後に帰国すると、七尾城にあった畠山軍は即座に反撃を開始した。熊木城は畠山の家臣、貝野の将。 親家の謀略で誘いに乗った、斎藤立脇が裏切りを起こし落城。七、杉正伝次は自害し、美保寺平四郎と内藤筆舎屋は打ち死にした。都議場にも、畠山の家臣杉原泉を総大将とした軍が押し寄せ、愛浦長とは捕らえられて処刑された。また、俗連自身も自らの居城であった、穴水城を奪還すべく出陣するなど、畠山軍は、 ウエスギルス部隊に攻勢をかけた。ウルー7月、北条軍の進行は大規模なものではなく、両国の仕置きを済ませた謙信は再びのとに出陣した。驚いた、俗連は慌てて奪い返した各地の城を放棄して、全兵力を持って七尾城にこもった。さらにこの時俗連は領民に対して徹底抗戦を呼びかけ、半ば強制的に領民を、 七尾城にこもらせたのである。このため、木内は、兵士と領民合わせて一万五千人近くの大人数となった。ちなみに、このように七尾城で慌てて、再び牢城戦の準備がなされていたとき、穴水城の長沢光国と鉱山城の靴和田肥後が七尾に攻め寄せたが、逆に敗退している。俗連は、謙信の再出兵に、危機感を強め、 創世にあった息子の長連竜を、安土城の織田信長のもとに使者として派遣し、援軍を要請した。信長は、要請を了承し、8月8日に、柴田勝家を総大将とした織田軍をのとに派遣した。謙信は8月9日に、織田軍の越前出兵を知り、加賀の一行宗の総領である、七里頼地家に対して、救援を求める書状を送って、 織田軍の新軍妨害を求め、またいす山に本陣を置いて、七尾城攻略を急いだ。七尾城は県城であったが、牢城戦が続く中、城内で薬病が起こり、畠山軍の兵士たちは、戦いではなく、薬病で死ぬ者が相次いだ。洋君の畠山春尾丸も牢城中に、薬病で失去してしまった。 一気を起こすように先導した。ところが、一気はまたもや献身によって事前に封じ込まれ、七五条は落城寸前となった。このような中で、かねてから親献身派であった、遊佐続公は、かねてからの献身の呼びかけに応じ、仲間のぬくい影高闇明け長森一兄弟らと、結託して内容しようとしていた。もともと彼らは、親信長派として、実権を自分たちから奪った。 俗連を心よく思わず、しかもこのまま交戦しても正気がないと踏んだからである。ユザぬくいらは9月13日付で、剣信に対して、内容了承の書状を送った。この日は、中秋の名月の日で、本人で月見の縁を催していた剣信は、下万軍英周期、清数行下岸月参考、腰山平徳の集計、砂漠下京、 黒遠征という七子と絶句、いわゆる、十三夜の歌を口にしたと伝わっている。九月十五日、ユザ、オンイ、三宅らは十五夜の月の日に、城内で反乱を起こし、城門を開けて、上杉軍を招き入れた。この反乱によって、俗連とその子、長綱連、さらに高連の弟、長の利たや高連の子、竹松丸と、薬郎ら長一族104人はことごとく撃たれてしまった。 超一族で唯一生き残ったのは、信長のもとに援軍を要請に行った連竜と、高連の抜主である、菊松丸のみであった。こうして、七王女は、謙信の手に落ちた。のとも、完全に、謙信の支配下に入った。その頃、織田の援軍を率いる柴田勝家の軍勢は、父として新軍がはかどらなかった。一向一気に、加賀で新軍を妨害されていたこともあるが、 8月17日に石山本願寺の包囲に加わっていた大和の松永久秀、久道府市が勝手に戦線を離脱して居城の茂山城に立てこもるという無本が発生していたためでもあった。このため信長も本体を率いて北陸出兵を計画していたが、久秀の説得と討伐が急務となり、信長による北陸出兵は中止となった。また、 加賀に出兵した小田軍内で、柴田勝家と橋場秀吉が作戦上の対立を引き起こし、秀吉が無断で帰国するという事件も発生していた。このため、小田軍の士気は上がらず、9月23日の手っ取り川の戦いでは勝利の余勢を買って、加賀に進んだ上杉軍に攻めかけられ散々に打ち破られた。この後、しばらくのとはカ勢力家だったが、 天正6年3月の検診死後に、上杉家中で、お立の乱というお家騒動が発生し、能登国内の半神杉勢力や飛騨経由で越中に攻め込んだ小田勢力に圧迫され、結局能登は信長の手に返した。ありがとうございます。